はいどうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよぷよ実況やっていきます。やっていこうか。ぷよテトと同じく今回も生放送のグリ抜きを使います。この日はかなり強者とのマッチングが多かった日だね。そうなんだよな。結構猛者とマッチングする日だった。まあぷよスポに関しては上位勢と当たるのはメリットしかないからそれはそれで全然いい。さあまずは相手は2連鎖を仕掛けてくる。これは振りどころによっては致命傷になるのでキープよはしっかり入れちゃって。入れてなかったら折り返し部分に段振っているから本戦繋げにくい形になっていたな。さて。こっちも一回単発を打っていきましょう。一段強だったから結構きついねこれ。だけどこれはツモがいいので本戦打っちゃおう。相手はそこに2連鎖打ってきたね。多少リソース削れたけどどうだろうな。相手のフィールド見ると連鎖には入っているが伸ばしをするには難易度が高そうだな。とりあえず飽和ってことで打ってみたけどこっちは連鎖に入りそうで入らない。一個のお邪魔が邪魔して繋がらないね。あれ繋がっていたら13連鎖あったんだけどな。それでも11連鎖はあったのか。これはセカンド組んでいた方がいいかもな。帰ってきてもセカンド圏内って感じか。いや、そもそも帰ってこなかったね。相手の連鎖にもかなりうまかったけどね。やっぱり片方が高すぎたんじゃないかな。あの地形って伸ばすの難しいと思うし。有事構築だとな、多重と連鎖をバランスよく組むのが求められるからな。さて、今回もお互いに先折りの GTR。相手も先折り固定のタイプだね。お、相手はちぎりを間違えたんじゃないか。ツモが逆だったな。あの折り返しはどうするんだ。まあどこかで解消してくると思うので警戒しながら組み進めていこう。あ、これちょっと鍵積みチックになっちゃうな。隙が多そうな地形だな。この状況でそれはちょっとまずいな。相手はここで単発。ちょっと邪魔なのでこっちも単発で応戦。相手も結構地形きつそうだよね。でもここで本戦打ってもこれくらいの量じゃ返される危険性あるのでもう少し組みたい。そうだな。うまいリカバリーされて返されてももったいないからな。相手は辛そうに見えた折り返しを2連鎖でしょうか。これは仕留めに来てるのかな。いや、本戦は打ってこないね。とりあえず形が悪くならないように連鎖にのぷよを使って耐える。相手は16分の1を使って2連鎖。これは茨で対応します。これ茨の方がでかいんだよな。2連鎖よりもでかい1連鎖。実はちょっと伸ばしにくい地形なんですよね。連鎖とかも稼ぎにくいな。っていうかこれで足りそうだな。あれ飽和してもこれ帰らないでしょ。あ、それだと連鎖崩壊する。あ、しまった。握手中の握手になってしまった。だけど連鎖の時間が短いのが功を奏したな。相手はフィールドが厳しくて単発。なんだかんだ勝ったみたいっすね。結局最後も甘い手だったけん。発火する前に暴発は気づきたい。雑談パートやってきました。今日のテーマは何ですかね。今までで一番無駄だと思った買い物。買って後悔したものランキングします。お前の無駄遣いっぷりがバレるという。でもここ最近のお金は割と有意義な使い方していると個人的に思っている。それじゃあ後悔したものランキング10個も埋まらない。いやでも小さい頃は結構無駄なことにお金使ってたから思い出せばいっぱいある。例えば何があるんだ。まず最初に思いついたのはカジノのセットですね。何ですかそれ。なんか子供の頃カジノのチップみたいなやつでポーカーするのめっちゃ憧れて。あ、なんかおもちゃのやつあるよね。でもおもちゃの割には結構しっかりしているんですよ。チップとかも一枚一枚結構重くて、僕が買った商品はトランプとかも一緒に入っていたんだけど、チップとトランプがアタッシュケースに入っているんですよね。なんか無駄に豪華だな。そのおもちゃ、一応5000円しました。チップとトランプのセットだけでか、アタッシュケースが4割くらい占めていそう。よく考えてみたらそうだよな。あのアタッシュケース普通に使えるもん。多分、チップにも結構コストかかっているんでしょうね。金属が中に入っていて重さを足しているって聞いたし。じゃあ想像よりだいぶしっかりしているんだな。そんで買って後悔した理由とは？あのね、遊ぶ相手いない。それは草。まあこれは友達が少ないのもあるんだけど、思ったよりポーカーのルールって知らない人が多いんですよね。まあ、あんまり集まってもポーカーってしないよね。ポーカーって賭けがあっての面白さがあるからな。ただ単にやってもあんまり面白くなさそう。そう、だからゲームの存在は知っていてもあんまり馴染みのないゲームだと思うんですよ。しかも賭けのシステムが込みだと特にそれはあると思うんですよね。なるほどな。ってことはほとんど使ってないんだ。3回くらいかな。1回ルール教えて無理やりやらせたことある。なるほどな。その他に買って後悔したものとかある？その他で言うと、あ、あれだ、ゲーミングキーボードだ。ゲーミングキーボードなんか持っていたのか。ちょっと前にね、もう今は売却しましたけど。なんで売ったの？めっちゃ使えるじゃん。あれね、音がうるさすぎる。あ、青じとかその辺はカチャカチャ音するよな。そうなんですよ。知らない方に説明すると、ゲーミングキーボードって通常のキーボードよりカチャカチャ音がうるさいものがあるんですよね。もちろん、中にはそうではないものもあるんですけど、そのキーを押した時の音や感触で、キーの下の軸の色を分けているらしくて。その中でも青軸は一番カチャカチャ感あるんだよね。でもこの音ってなかなかに心地いい音なんですよ。たまにキーボードの音が好きっていう人がいるけど、そういう人はハマるかもな。そんで僕もその音が好みだったので購入して使っていたんですよ。そしたらあまりにもカチャカチャするもんだから部屋の外まで聞こえてしまって、親に怒られて深夜は全く使えないっていう。あ、それは悲しいな。昼と深夜で使い分けるの面倒すぎるので売却しました。ちなみに今は水洗い可能の2000円くらいのキーボードを使っています。結局普通のキーボードが一番っていう結論ね。いや、使いやすさや快感で言ったら向こうも負けてないんですよ。ただ今の自分の使う環境が適していなさすぎた。さすがに部屋の外まで音が漏れるのは予想外だったということだな。そんなの想像できないでしょ。まあな。ちなみにいくらくらいしたの？普通に1万円超えていたんですよね。うわぁ、それは痛いっすな。
売却した時はその値段の半分くらい、完全にお金が無駄になったというね。それは確かに無駄な買い物だったな。まあ僕の無駄な買い物はこんな感じです。怒ったら皆さんも無駄だと思った買い物があればコメントに書いてみてください。それじゃあ次はコメント返しだね。全く運動できない吹奏楽部ですどうも。まあ本業はそっちじゃないから気にしないでください。吹奏楽部、運動神経いい説は実証ならずでしたね。うちの学校の奴らが強すぎたにゃ。モチベか、スポーツで言えばみんなの期待に応えるとかですかね。なるほどね、逆にそれがモチベになるのか。僕の場合はみんなに期待されたらプレッシャーで押しつぶされそう。メンタル弱すぎる定期。逆にそういう苦境を乗り越えていけばメンタルは強くなるんだろうな。つまり僕は経験不足なんだ。おしまいだ。はい、というわけで次のコメント行きましょう。いじりにくいからってスルーするんじゃない。モチベーションか。結局僕はいろんなゲームやりまくってモチベ上げてますね、わら。いろんなゲームをやるっていう方法か。逆にモチベーションが分散してどれやればいいかなってならないか。僕とか今そんな感じなんですよね。Apex やりたい、スマブラやりたい、モンハンやりたいってずっと思っていて、結局ぷよ風とに収束するっていう。結局パズルゲームになるんだ。何やるのか迷った挙句にね、もう少し他のゲームの練習とかもしたいんだけどな。モチベの問題になってくると頑張れとしか言いようがない。生徒会長になったんですけど、会長の言葉とか考えられない。お、生徒会長就任おめでとうございます。会長の言葉か。あれって考えるとなると大変だよな。全校生徒もだし、先生だって見てる前で言わないといけないからね。なんかかっこよくそれっぽいこと言えばいいんじゃないですか。クソみたいなアドバイスじゃないかよ。だって生徒会長はもちろん、生徒会関係のことはマジで縁がなさすぎてわからん。そういうのやらなさそうだもんね。だから本当に生徒会長とかやって優秀だと思いますよ。すごく重みのない言葉だな。モチベが下がった時はひたすらそのゲームで遊びます。ガチプじゃなくて遊び。そういう切り替えも大事ですよね。最近のゲームって実力が必要なもの多いからね。基本オンラインゲームってそうだよな。最近は結果を求めすぎているところもあるんですよね。そういう時は原点に戻って楽しむことが大切。結局ゲームなんだから楽しむことは何よりも大切。サムネの箇所がどこにあるのかわかりにくいので、概要欄かコメントにサムネの時間書いてもらえると嬉しいかもです。よければですが、目次とか作ってみようかな。いつの間にか YouTube に追加されていた機能な。あれいいよね、視聴者側からしたら便利か。目次ってどうやって作るの。多分概要欄に書けばそれが反映されるんじゃないかな。まあみんなが見やすくなるのであれば設定した方がいいよな。関東済みなんて初めて知った。まあ他の土台覚える余裕ないんで関東済み使わないですけど。形もあまり浸透してなかった。浸透していないのは名称だけじゃなかったな。まあ土台として使わなくても GTR 使う人は覚えた方がいい気がする。 GTR の変形とか言っちゃってるくらいだからね。ツモに応じて使い分けられるのがいい。本来使えないツモを有効活用できるんだよな。ってことで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。さてラストやっていきましょうか。やっていこうやっていこう。お、相手はあれは弥生手順って思ったけどちょっと違うね。なんだ、速攻かあれ。いや速攻土台って感じはしないよな。あ、あれなんか見たことあるぞ。確かペルシャ式とかいうやつじゃなかった。あ、新 GTR よりも圧倒的に珍しいペルシャ式。初見だと連鎖機どうやって入れんのって思うことがよくある。だからこそこれを実戦で使うのはかなり難易度は高いよな。先より GTR がトレンドのこの時代にペルシャ式使うスタイル悪くないだろう。時を戻そう。なんかどこかで聞いたようなセリフがゴロゴロ出てきたぞ。もう凝視してもどこがどう繋がっていてどこで対応してくるのかわからんのですよね。そうだよな、中盤の手もどこにあるのかマジでわからないよなこれ。とりあえず単発とかたくさん飛んできましたけど、もう相手見てもよくわからないので本戦打ちます。でもこれは相手の4連鎖に合わせることに成功したから強い。リソースを奪った上での発火だからいいね。でもさ、これめっちゃ連鎖に間違えているんですけど。しかも普通に見破られているけん、なんでこれ普通にミスっているんですかね。このミスはドジすぎませんか。久々にドジったな。しかも相手連鎖にしっかり伸ばしている。これは負け勝つか。セカンドを一応組んでみる。2万点くらい。ぷよ量的に頑張ればいけたか。そうだな、ただルートがちょっと微妙だった。そうねー、連鎖がうまく見えなかったな。セカンドをもう少し上手くなりたいですねー。もう少し段差計算とか上手くなれば鶴亀的な連鎖も見えそう。お、これは結構いい形組めていますねー。今回は相手は後折りの GTR だな。ペルシャといい、後折り GTR といい、あまり馴染みのない土台を使ってくるね。一回ここで単発を仕掛けていく。正規圏最速的な単発だな。この単発のおかげで相手の81にダブを阻止した。何か仕掛けられても対応できるように対応で構えときたいね。一応3連鎖は確保してみた。とりあえずは本戦伸ばしつつ連鎖にしっかり入っているから、本戦勝負も視野に入れていきたいところですね。相手は4連鎖か。これ打っていいかな。一応展開的には打たされたと言っていいな。いやーでも相手の形結構伸ばしにくいと思うんだよね。っていうかあれじゃね、その黄色怪しいぞ。あー、これまた暴発するやつじゃん。でも勝負は勝つんですけどね。いや危ない立ち回りすぎじゃないですか。ふう、やべえなこれ。ADAC のツモパターン。
今回も相手はペルシャとかかな。いや今回はあれだね、アトーリ GTR だな。初手は確定させて積もに応じて変えてくるのか。そんでこっちの形がめちゃくちゃ綺麗ですね。これは形がいいね、何でもできそうだね。相手は連結で単発を消化してきたね。そんでこれは2連鎖ダブル転廃できそうなので、構えて刺さりそうに見えるので即発火しちゃおう。これは相手は対応手がないから受けるしかないだろうな。刺さったのでそのまま3連鎖で追い打ちですかね。まあ相手頑張って掘っているけど厳しいだろうね。さらにそのまま2連鎖にステージでも本戦打たない。最後はいい勝ち方できた。やっぱ形がいいと何でもできるよな。